勇敢な海の戦士に俺はなる。寂しい。メソメソすんな。そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくりゃよかったんだ。うわ、野蛮人。最低。マリモ。わかったよ。好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ。の組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲！敵襲！綺麗なお姉様。あ、なんだ、お前じゃねえか。生きてたのか。あんた、いつからこの船に？モンキー・ディ・ルフィ。あなた、私に何をしたか、忘れてないわよね？おい、お前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任、取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ？崩れゆく総裁殿の中で、私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずだった。私もそれを望んでいた。なのに、あなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だから、この船に置いて。なんだ、そうか。そらしょうがねえな。いいぞ。ルフィ！心配すんなって。こいつは悪い奴じゃねえから。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば、出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島、スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号。一味はその修理をするため、腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、
突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって？なんでだ？おめえらすげえ船大工なんじゃねえのかよ。査定の結果は聞いただろう。船の全骨格の土台となる竜骨がひどく損傷している。そんな、じゃあ本当にもうゴーイングメリー号では二度と航海できないの？まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を買ってけ。いや、帰る気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。出たんだ。なのに急に後悔できねえなんて、信じられるか。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。てめえそれでも一線の船長か。話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら、うわー！そういやウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ？一方、その頃。水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この街の人たちも参加の準備をしてるみたいね。え？なんでそんなこと知ってるんだ？そんな話し声が聞こえたから。癖なの。子供の頃から人の顔色を見て聞き耳を立てて生きてきたから。はあ、すげえなロビンは。お、あそこに本屋がある。寄っていいか？もちろん入りましょう。
CP9 です。CP9。 あれ、ロビンどこ行ったんだ。おーい、ロビン。こりゃすげえ、見たこともねえほどの大金じゃねえか。待て泥棒、金返せ、2億ベリー。兄貴に届けるぞ。それ逃げろ。くそ、逃げられた。絶対に取り返さねえと、みんなに合わせる顔がねえ。金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。流れ星、流れ星、流れ星、早く星、流れ星、早く星、流れ星、ナダルボス、ナダルボス、ナダルボス、ヒヤクボス、ナダルボス、ナダルボス、ヒヤクボス、ナダルボス、ヒヤクボス、ナダルボス。こいつら金を分けて持ってるみてえだな。取り返さねえと。早くボス、ナダルボス、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 早くボス、残念、ナダルボス、早くボス、ダメキス。海賊から金を奪ってきました。金の番すらできねえとは情けねえ奴がいたもんだな。サク、日の雨地獄。あれはロビン、何してんだ。入手のしまったけど、まあこれが先だ。何が何でも奪い返さなきゃならねえ。ザー君、これは俺たちの船を修理する大事な金なんだ。返してもらうぞ。ナダルボス、ナダルボス、危ねえや。ゴフゴフ、殺、日の雨地獄。ナダルボス、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 早くボス、ナダルボス、ナダルボス。なんだてめえ、ナダルボス、もらった。なんだてめえ、ありゃりとは、ナダルボス、早くボス、どうですか兄貴、奪ってきた金とついでにコーラス。すげえ、大したもんだおめえら。早くボス、ナダルボス、早くボス、ナダルボス、ナダルボス、早くボス、ナダルボス。おめえら
よくやったぜ。こんだけありゃ念願のあれが手に入る。俺は早速この金で買い物をしてくるぜ。楽しみだ。待て、返せ。その金はどうしても必要なんだ。残念ながら世間じゃ海賊から何を奪おうと罪に問われねえのよ。スーパー流れ星、早くボス、早くボス、流れ星、早くボス、流れ星、早くボス、なのあの坊や、覚えときな。俺に逆らっちゃ生きていけねえぜ。叫べ男ウソップ受けて立つ。ウソップ、息はあるか、チョッパ。死んじゃいない。大丈夫、助けられるよ。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家、吹き飛ばしてくるからよ。誰だ、てめえらは。あれは麦わらのルフィ、あの貧弱長っぱな野郎のいる一味の船長だ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。こっちから叩き潰してやる。ブヒャッ。ちょっと待て、おめえら、金だろ、返してほしいのは。残念だがここにはもうねえ。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれだけ暴れようとも金は戻っては。もう喋ってくれるな。そういうこっちゃねえんだよ。そうだな、もう手遅れだ。お前ら骨も残らねえと思え。おうか、フランキー。どこへだよ。参ったな。金の行方は本当にわからねえようだ。フランキーってやつを締め上げても買い物された後じゃな。おい、ウソップの応急処置終わったぞ。とにかく船に戻るか、ルフィ。船よ。ん？決めたよ。ゴーイングメリー号とはここで別れよう。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。
違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小幕なよ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。日の雨地獄だ、流れ星、見てろ。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。流れ星、お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。流れ星、早く星、流れ星、もらった。流れ星、流れ星、や、早く星。殺、日の雨地獄、流れ星、早く星、流れ星、や、早く星。お前を倒してメリー号はもらっていく。どんな手を使ってもらう。やってみろ。まだまだ。流れ星、早く星、殺、日の雨地獄、流れ星、早く星、流れ星、やれっと、早く星、見てろ、流れ星、流れ星、早く星、流れ星、これ以上戦いになるぞ。二人とも死じゃ済まねえぞ。流れ星、早く星、流れ星、早く星、早く星、流れ星、や、早く星、ゴムゴムだ、もらった。ブレイル、
むのバズーカもらったぞ、お前の衝撃インパクト。どうだ、チキシュゴムゴムのブレット。バカ野郎、お前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。うっ、ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちは、ゴーイングメリー号を明け渡し、宿屋で過ごすことになった。そこへ、さらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが、行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられて、いなくなっちまったんだ。ごめんよ。俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる頭領フランキーは、ルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは一億の首、なかなか骨がある。様々な思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく、姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りて、ロビンを捕まえるんだ。
よし、やるか。まったく、市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。クンクン。ん？どうした、チョッパ。ロビンちゃん！ロビン！どこにいたんだよ！探したんだぞ！みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。ここでお別れよ、この町で。何言い出すんだよロビンちゃん。ああそうか、新聞のことだろ。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。あいつらがアイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。ロビンちゃん探さなきゃいけねえの。アイスバーグさんは麦わらの一味め。しくしょう。ロビンを捕まえるんだ。じゃなきゃ何もわからねえよな。ポケットライフ。
いつがアイスバーグを襲ったのは間違いないなら、ロビンはもう一度アイスバーグを狙うはず。そこを捕まえるぞ。レッド！よっ！ロケット！ダイブ！情報が町中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。ゴムゴム、ゴムゴムのバズーカ！ここで情報を集めてみよう。麦わらのルフィってのはどこだ。出てこい。フードパンチ。ウソップをやったやつか。レッド、はい、ロケット、ダイブ。レッド、はい、ロケット。レッド、はい、ロケット、ダイブ。ヒン。レッド、はい、ロケット、ダイブ。してくれたじゃないの。だがフランディ、俺はお前をぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。トンショット。おい、造船ドックの方が騒がしいぞ。人を集めろ。これじゃ情報を集めるところじゃねえ。ガレーラカンパニーに乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。なんだ、食っちゃいねえ。俺はサイボーグだ。スーパーゴムのマズーカ。スーパー俺が。Oh, my God.
あれがロビンちゃんの本心とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。よっ、レッド、はっ、ロケット、ライフル。よっ、レッド、はっ、ロケット、ライフル。よっ、レッド、はっ、ロケット、ライフル。よっ、レッド、はっ、ロケット、よっ、ロケット、ライフル。向こうが騒がしいな。麦わらの一味か。うまくいったか。この調子で騒ぎを起こすんだ。殺される程度か。レッド、よっ、ロケット、はい、レッド、よっ、ロケット、ダイフル。この野郎、はい、レッド、よっ、ロケット、ダイフル。スー、はい、レッド、よっ、ロケット、ダイフル。殺される程度か。キリがねえ。正々堂々正面から突入してロビンを探せ。行ったそばから正面突破か。不可能じゃねえが、骨が折れそうだ。作戦なんて聞いてくれないわよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。騒ぎを起こせばいいんだな。ルビンのために俺も頑張るぞ。死んでもここは通さねえぞ。相手してる暇はねえ。どきやがれ。道を開けろ。ゴムゴムのバズーカ。応援できたぞ。カヤミウチは。ロケット。また新手か。クソったりが。やるぞ。ロケット。ダイブ。こいつは強い。風を呼べ。人数を集めろ。そこで止めろ。抜かれたらガメラの恥だぞ。ガレーラカンパニーさん、一体何言いやがるんだ。そんなことの連中は汚れちまったのか。そうなったら俺たちが食い止めるしかねえ。もう現行犯も基礎もねえな。ガレーラカンパニーに侵入するぞ。はい、レッド、よっ、ロケット、ダイフル。はい、レッド、よっ。お前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を。それに俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは、呆れたな。
なたが私の何を知っているの？世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほどキラー政府に、じゃなぜ加担する？すべてを捨てても叶えたいがあるからよ。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構われってのか。カーティー・フラムという男だ。得できる。うりゃロビン、やっと見つけたぞ。おう。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前、船大工の。わけわかんねえが。みんな得得している。大槌、気が済んだか。RCP-9 は物心ついた時より、政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実、モデルレオパルド。島の外まで飛べ。行くぞ。アイスバーグの弟弟子フランキーの、いや、カティ・フラムの持つ設計図を奪いに。勇敢な海の戦士に俺はなる。
なんでお前が泣くんだよ。バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから連れ添った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれたのは確かだが。とにかく分かったろ、俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよ。じゃあおめえこれからどうすんだ。行くあてがねえんならうちで面倒見てやるぜ。解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味を辞めても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険していつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさ。いや帰れねえよ。さっきここへ船を引き上げるときそいつをよーく見てた。その船はもうダメだ。ガレーラの査定は正しい。解体屋として解体を進める。ふざけんな。メリー号は俺の船だ。この船はもう次の岸へすらたどり着けねえ。そうなったらもう船じゃねえんだよ。うるせえってんだよ。本当は全部知ってんだ。もうエリーがダメだってのも知ってんだ。空島でのある夜、俺は誰もいねえはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいかもしれねえが、俺はあれはメリー号の化身だったんじゃねえかと思うんだ。そりゃお兄ちゃん、クラバウターマンさ、船乗りに語り継がれる伝説の一つだ。本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精。正直そいつを見たと直接聞くのは俺は初めてだけどよ。それじゃおめえ船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのか。そう割り切れるもんじゃ。悪いな、ノックしたんだが。ん？おめえら。
てめえら、任務の秘密基地に押しかけて襲ってくるとは、何が目的だこら。簡潔に話そう。俺たちの本職は世界政府の諜報部員。お前にはこの意味がわかるか。ここへ来た理由もな。名前、おい、お前巻き込んで、すまねえ。どうなってんだかわかんねえが、今は協力した方が良さそうだな。目的のため手段を選ばん。バカだ。アイスバーグは元気か。殺した。生意気な。なるほど、ここはかつての造船会社トムズワーカーズの本社。人の思い出に土足で踏み込むもんじゃねえぞ。その程度。フランキー、乱客、我々はもうすべて知っている。お前の本当の名はカティ・フォー。8年前に死んだと言われていたトムのもう一人の弟子だ。どうやって調べたか知らねえが、見事なもんだな。殺日の雨地獄ダダリボス。古代兵器プルトンの設計図、こっちへよこせ、フランキー。おめえらに渡すもんはねえよ。生意気な。潰してやろう。その程度。もらった。殺日の雨地獄。生意気。そろそろ時間だ。連行する。あっ、くしょー、話せこの。お前たちをエニエスロビーに連行する。プルトンの設計図のありかについてはそこで聞こう。間もなく海列車が出る。行くぞ。俺の知ってることを話そう。ニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺とニコ・ロビンは同様に世界を滅ぼすほどの古代兵器を呼び起こす術を持っている。世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すればこの世界は大変なことになる。だがニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件にこの事件に協力し世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりも
あの女はお前たち6人の命を選んだんだ。よかった。ロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだ。そうとわかりゃ考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけどどうやって。まあ手段なら一つだけある。出してやろう、もう一つの海列車をな。うロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには、CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジは、ルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗、ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。ぼちぼち時間だ。
狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことづかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。そうか、マントしてるからヒーローなのか。かっこいいな。ナミさん、それとついでにナミさん以外のアホども、ロビンちゃん救出の前に話がある。何、サンジ君？ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが、敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかは分からねえ。なもん関係あるか！絶対許さんぞ！おお！やるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかく、ロビンと会って話すしかないわね。エニエス・ロビーについて簡単に調べておいた。本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に着く。さらに先、島の裏手には正義の門ってのがあって、その門を通過されちまうと、もう救出は不可能って話だ。あれ？ルフィは？え、さっきまでここに…こちら本島全門、侵入者を確認！ロビンはどこだ？目指すのはあの塔だな。行くぞ。サウン、サウン、サウン、エポール、ウトン、サウン。待てルフィ。まずはこの門を抜けなきゃならねえ。サウン、トロ、サウン。エポール、ウトン、サウン、トロ、シシ、ソンソン、サウン、トロ。サム！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 トゥルー！シシ！ソンソン！サム！トゥルー！シシ！ソンソン！さあ帰れ！トゥルー！この門は通さねえぞ！サウン！まだだ！サウン！トゥルー！シシ！ソンソン！見切ってみろ！トゥルー！シシ！ソンソン！油断した。ヒョウ！チンプ！ダブ！フィッ！ゴリッツ！サム、トゥルー、サントリー、キングハンド、サンピン世界、デセクション、サム、トゥルー、門の開け方なら俺たちが知ってる。開けている間、俺たちを守ってくれ。サム、トゥルー、シシ、ソンソン、サム、サム。相手は小勢だ。取り囲んで対処しろ。トゥルー、シシ、ソンソン、サム、サム、トゥルー、シシ、ソンソン。
この程度のもんぶっ壊しちまえばいいんじゃねえか。シシソンソンサロトゴロサロトゴロシシソンソン海軍のせいで作業ができねえ。助けてくれ。三千世界サロトゴロシシソンソン。油断して見とれちゃって。ヘイヒンサロトゴロヘッドアソルティ。ちょっとサロサロトゴロシュッソン。この感覚を待っている。サロトゴロシュッソンソン。サロトゴロシュッソンソン。スワローテイルメテオ。サロトゴロサロトゴロサロトゴロシュッソンソン。サロトゴロシュッソンソン。サロトゴロサロスターテイ。本島全門が開いた。あとは裁判所の門だけだ。気をつけたまえ。遠方で海軍が待ち構えているぞ。裁判所の門も俺たちが開ける。トゴロシュッソンソン。サロ一気に進むぞ。シュッソンソン。サロトゴロシュッソンソン。行ってみろ。ヒョウロビンちゃんが俺の助けを待ってるんだ。邪魔をするんじゃねえ。ニコレジャケサロトゴロ。ここの守備を任されよう。ロビンちゃん、サロ今頃寂しくて泣いてやしねえかな。ソンソンサロサロトゴロ
念しろ。サウン灯籠シュシソンソン、えい、サウン灯籠シュシソンソン、サウンサウン灯籠シュシソンソン、サウン灯籠シュシソンソン。油断した。ヒョウキンピンサム灯籠ザコンサム灯籠サムサムサムヤイサム灯籠シュシュソンソンサム灯籠シュシュソンソンそこまでサム灯籠サウントウルシュシュソンソン行かれたせ三刀流奥義三千世界サウントウルサウントサム灯籠シュシュソンソン、サム灯籠シュシュソンソン、サム灯籠サム灯籠サム灯籠シュシュソンソン、サムサムサム灯籠シュシュソンソン、ヤスリゲ三刀流奥義三千世界アザサム灯籠シュシュソンソン、サム灯籠シュシュソンソン、サムサムサム灯籠シュシュソンソン、サム灯籠サム灯籠シュシュソンソン、サム灯籠シュシュソンソン、サム、サム、トウロウ、シュソンソン、サム、トウロウ、シュソンソン、ザコンが
サム。サム！サム！トーロー！シシ！ソンソン！よし！これが最後の門だ！そこまでだ！これから門を開ける！海軍に邪魔されねえよ、守ってくれ。おい、どのくらいで門が開く？わからねえが、一人じゃ時間がかかるかもしれねえ。頼むぞ。おい、貴様ら、門に何をしている？こうしてもいられねえな。先ほどの門とは違うな。硬くて壊せそうにもない。俺たちなら開けられる。任せてくれ。海軍のせいで作業ができねえ。助けてくれ。ソンソン。エポン。ウトンシャッパワー。サム！サム！トーロー！シシ！ソンソン！油断した。サム！ガハッ！サム！トーロー！油断しちゃった。サム！トーロー！シシ！ソンソン！サム！サン！エポーカ！サム！サン！サン！世界！ネサルノ！晩飯考えないかな。ヒョウ！チンダバー！シ！サム！見切ってみろ！トーリンザケ！油断した。サム！トーリン！シュッ！ソンソン！サム！サム！トーロー！シュシュ！ソンソン！サム！トーロー！シュシュ！ソンソン！サム！なんだてめえ！サム！トーロー！シュシュ！ソンソン！油断した。三刀流奥義三千世界。ヒョウキンダバー。開いたぞ。先に進んでくれ。ロビン、ここじゃねえね。上に登れば最後の建物が見えるか。三刀流ソンソン。いつまでも海軍に付き合ってる暇はねえ。先を急ぐんだ。ソンソン。サム！トーロー！おい、お前ら！ソンソン！先行ってるぞ！サム！トーロー！シシ！ソンソン！サム！トーロー！シシ！ソンソン！油断した。サム！トーロー！シシ！
ソンソン。サム。サム。置いてかれないよう急いで。サム、世界政府始まって以来前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んだ男は。あ、お前鳩のやつと一緒にいた牛。サム、トロウ。ニコレザケ、いつまで暴れる気だ。サム、死ぬまで。ちょっと。サム、ちょっと。三刀流奥義、三千世界。油断。サム、トロウ。シュシュ、ソンソン。ニコレザケ、サム、トロウ。貴様らとの戦闘力の差はガレーラの屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな。なんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。せい。サム、トロウ。三脚。ソンソン。雨。サム、トロウ。ゲット。ライフ。これだけ。サム、トロウ。シュッ、ソンソン。バカ。サム、トロウ。シュッ、ソンソン。油断した。ヒョウ、キンザマ。うわ。サム、トロウ。シュッ、ソンソン。ピストル、ライフル。三刀流奥義、三千世界。なに、この男。屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。サン、トロウ、ソンソン。サン、トロウ。サン、ヒョウ、キンカバー。油断。ニコレザケ。バカ。この感覚を待ってた。心をしろ。これはお前らとここで会ってよかった。それでまた強くなれた。ありえん。六式使いが負ける。サム、トロウ。シュッ、ソンソン。サム、トロウ。シュッ、ソンソン。サム、サム、トロウ。ゴムゴムのジェットピストル。うわあ。ゴムゴムのでっかいゴー。ジェットバズーカー。
頑丈なやつだな。ほんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。いや、いいじゃねえか。あんな小僧にブルーノが負けたってのか。おお、ロビン、よかった、まだそこにいたのか。帰って。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう知りたいのよ。麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。こりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのな、ロビン、俺たちもうここまで来ちまったから、頼むからよロビン。死ぬとかなんとか言っても構わねえからよ。そういうことはお前、俺たちのそばで言え。そうだぞロビンちゃん。ロビン、帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。オーダー受けたまわりました。姿を現したロビンはやっと出会えた仲間を守るため自らの死を望んでいた。
ルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の強大さを誇示。なあこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？バスターコールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青生地によって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは司法の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか？ロビンの敵はよく分かった、狙撃キング。ん？あの旗、打ち抜け。了解。必殺！ファイアバードスター！やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！ロビン！ロビン！望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。
デポール・コートレット・セル。ニコ・ロビンを正義の門に連行する。ルッチー、コリア・デポール・コートレット、命を守れ。コリア・デポール・コートレット、抜け出せたのいいな。手を振り切れねえ。カピー・フラムを取り寄せろ。に逃がすんじゃねえ。コリア・デポール・コートレット・セル。ルートン・ショット。はっ、ついに四方の塔に消える。とっとと正義の門に行くぞ。みんな、必ず助けに来てくれる。シャット。リア、コリア、ボール、アクション。油断した。よっそりゃ。せん。アジキン、キースをジャル。ショット。油断した。行くぜ。エクスプラハッシュ。トリレポール、ホールとセル。ショット。油断した。トリエポール・コートレット・セル。油断しちゃった。トリエポール・コートレット・セル。油断しちゃった。トリエポール・コートレット・セル。油断しちゃった。コブンたちのことでいい、世話になったな。今度は俺がスーパーな大戦力となってやる。勝手にしろ。俺はまだウソップのこと根に持ってんだからな。いや、面つけてそこにいるだろう。ためらいの橋に行くには地下通路を通るしかねえ。早く行くぞ。無駄じゃ。ため合いの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。うわー、わらわら、出た出た出た。上等だ。叩っ切る。よし、お前は俺を守れ。援護なら任せろ。よっ、トリレポール。くそ、ほら、取り入れてきやがった。コートレット、セル。俺はちょっこら休憩室に行ってくるぜ。トリエポール、コートレット。トリエポール、コートレット、セル。ユーコン、ショット。トリエポール、コートレット、セル。キリンの持つ底知れぬ破壊力をとくと見よう。その長い首、弱点にならねえといいな。トリエポール、コートレット、セル。お前も不憫なやつだ。一生キリン人間とは。キリンの何がおかしいんじゃ。おのる、実は気に入っとると言うとろうが。くたばれ。エクストラハッシュ。トリエポール、コートレット、セル。ユーコン、ショット。トリエポール、トリエポール、コートレット、セル。ユーコン、ショット。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 レセプション。行くぜ。エクストラアッシュ。トリエポール、コートレット。
トリエエボールコートレットセル狼にショット前傾の能力者トリエエボールコートレットセル安心しろ見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ瞬殺だトリエボールコートレットセル十四段はセッチョントリエボールコートレットセルトリエボールコートレットセル今俺に攻撃を当てようとしたら言いがかりじゃがやるならやるぞその先がお前が邪魔でかなわんやってられるか不動打て俺は他の場所で戦うくたばれエクストラアッシュ狼のやつどっかに行ってしまったぞトリエエポールコートレットセルシャッター。俺はキリンの相手で手一杯だそっちは頼んだぞトリエエポールコートレットセルトキキ急騰流アッシュラならば最強の乱脚アマネたちでお前を真っ二つにしてしまいじゃアマネたち苦難上等好む者なり修羅の道アシュラ一部銀よトリエボールコートレットセル少々侮ったようじゃわいシャッターデセッションおのるトリエボールコートレットセルシャッターここなら存分に暴れられそうだ続きと行こうぜやっえいやまする者は容赦せんトリエボールコートレットセル誰に喧嘩売ってんのよ行くぜエクストラアッシュこれじゃシビナイにはかなわねえトリエボールコートレットセル本当にシャッカーカジキュー CP9 は俺に任せろ俺にできねえことをお前がやれよく考えろ状況を読めお前がいればロビンちゃんを救えるんだウソップそうか分かったぞトリエポートレットトリエポートレットセルトリエトリエポートレットディアブルジャンブ月光寺の死がディアブルジャンブフランバージュショットー神は食物を作り悪魔が調味料を作る少し辛みが効きすぎたな。コートレット。しゃあ、こいつらまともじゃねえ。トリエポコートレットセル。ウートンショット。トリエポコートレットセル。ウートンショット。先に進むぞ。トリエポールコートレットセル。ショットトリエボールコートレットセルレセッションカジキューキリソジャレショットトリエボールコートレットセルウートンショット麦わらの一味をためらいの端に向かわせるなトリエボールコートレットセル
今は協力するけど、これはルフィと一緒でお前を許してないんだからな。だから一緒にいたじゃねえかおめえら。くたばれ、ストラアッシュ、トリエボール、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、スーパー、高い場所からならスパンドを止められるか。トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、トリエボールコートレットセル、観念しろ、えい、そこまでだ、レセッション、カジクーキリソー、ジャレ、ワッショット、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、トリエボールコートレットセル、トリエボール、トリエボールコートレット、トリエ、トリエ、ハッホッ、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、トリエボールコートレットセル、殺されてんのか、トリエボール、トリエボール、殺されてるか、ここまでだ、トリエボールコートレットセル、ニュートンショット、観念しろ、おい CP9、 トリエボールコートレットセル、聞こえてんのか、いくらい仕上がれ、トリエボールコートレットセル、マスターコール用の、なんてこと、トリエボールコートレットセル、うっかりした、マスターコールをかけちまった、よっエクストラアッシュ、よく来た。あ、ハトのやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ、会えやしない、もう二度とない。
長官はニコロビンを連れて先を追い込みます。私はここで海賊を始末しておきます。頼んだぞ。お前だけが頼りだ。トリエポールコートレットセル、ルフィのショット、ゴムゴムのトリエポールコートレットショット、トリエポールコートレットセル、レッドダイフ、トリエポールコートレットセル、ルフィのショット、トリエポールコートレットセル、ちょっと、ショット、トリエポールコートレット、理由を、正義の門が完全に開いてる。バスターホールできる軍艦のためだ。あの門が閉じている間は渦潮が発生して船がまともに制御できねえからだ。見てろ、子供。バスターコールによる砲撃が始まった。この島全体が崩壊するのも時間の問題だな。うわっ、天井が崩れて瓦礫が。こんな奴らに構ってる暇はねえ。早くロビンを助けに行くぞ。潰してやろう。ウートンショット、カジキロンキリソジャレヨッヨッショット、ダイフル、レセプション、行かせねえよ。コートレット、止まりやがれ。ウートンショット、トリエポールコートレットセル、ウートンショット、フレットダイフル、さっさと戦え。レセプション、よっよっ、おっショット、トリエポールカジキューキリソジャレ、おっショット、トリエポールコートレットショット、たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。トリエポールコートレット、俺たちは来たんだ。トリエポールコートレット、六王眼、お前何やってんだよ。起きろ。ゾップ、お前来てたのか。勘違いすんじゃねえぞ。俺はロビンを助けるためにここへ来たんだ。お前の顔なんか見に来たわけじゃねえ。おいこら、CP9 のボス猫、さあ、俺様が相手してやる。かかってこい。え、おい、やめろ。バカか、やめろ、ウソップ。殺されるぞ。黙れ。じゃあ死に損ないのお前に何かできるってのか。こいつは俺がぶっ飛ばすんだ。だったらすぐに立てよ。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんだよ。勝って、みんなで一緒に帰るぞ、ルフィ。当たり前だ。セル、トリエポールコートレットセル、トリエポールコートレット、レセプション、ジャッツ、トリエポールコートレットセル、ウートンショット、カジキューキリソジャレ、おーショット、見てろクソども、トリエポールコートレットセル、ウートンショット、トリエポールコートレットセル、ウートンショット、潰してやろう。トリエポール、トリエポールコートレットセル、トリエポールコートレットセル、レセプション、ピストル、ダイフル、くたばれ、エクストラアッシュ、カジキューキリソジャレ、おーしっ、
うわトリエポールコートレットセルエポールおっしゃったトリエポールコートレットセルおっしゃったゲッポーレセプションよっおっしゃったサジクーキストジェルおっしゃったその程度かトリエポールコートレットセルゲッポーレセプションフォワトリエポールコートレットトリエポールコートレットセルゴムゴムのでっかいゲットガトリングまだ終わっちゃいねえ。海賊は誰一人逃がすんじゃねえ。トリエポールコートレットセル間に合ってよかった。無事だったのね。ええ、おかげさまで。ありがとう。待ってろ、戦いが終わったら治療してやるからな。そこまでの安念しろ。はっほっ。そこまでの安念しろ。逃がすくらいならあの女ごと吹き飛ばせ。はっと大将青木より言われている。大将青木より。よしね、天下の砲撃開始。ソリエポール、そこまでだ。エクストラ発進。大嘘だ。トリエポールコートレットセル、全員死に。トリエポールコートレット、トリエポール厳しい地獄、厳しい地獄。おっしゃった。トリエポールコートレット、トリエポールコートレット。油断した。トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポールコートレットセル、トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポールコートレットセル、レセプション。トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポール、
トリエポールコートレット、トリエポールコートレットセル、レッドアイルション、トリエ油断した、ラジングーキリソンジャレ、トリエポールガつけられたのはいいが、どう脱出する？何か聞こえる。誰だ？この声一体？ほほー。バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよ、メリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一味。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞグランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺火事下手だからよ、お前を氷山にぶつけたりよ、帆も破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ、そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ、ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。メリー。
やるか。メリー号に別れを告げ、戦いの傷を癒すルフィたち。そこへフランキーが現れ、一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。お気か、ルフィ。いってげ、じいちゃんじいちゃん。愛ある拳は防ぐ術なし。ずいぶん暴れとるようじゃの、ルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。いやー、ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊か、お前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、四皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部、オーカ七部会が存在し、三つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー D ドラゴン、ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵がルフィの前に姿を現す。お久しぶりです。僕が誰だかわかりますか。僕です、コービーです。覚えていませんか？チビで泣き虫だったあのコビー？本当か？海軍総長コビー。彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い、海兵になるという夢を後押しされた少年である。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられなくて、今の僕があるのはお二人のおかげですから。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランドラインにいるんだ？まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、
このグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか？新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海、その海を制した者こそが海賊王です。僕、もっともっと強くなりますから、必ずまた新世界で会いましょう。新世界。麦わらさん、手配書見ましたか？あんた、とんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。うはー、上がった。ソゲキングにもついてるぞ。なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五十ベリー。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえんだ。きっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人もともと海賊の子なんだよ。え？夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと、出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが？おい、ルフィ、こちら、じいちゃん。すまんが、やっぱり海の潜りとなり。おい、じいちゃん、なんだよ。ここでは捕まえねえっつったじゃねえか。うるさい、わしにもいろいろあるんじゃ。さてと、ロビー、ちと時間を稼いでこい。ここは僕に任せてください。ノア、来たか。フランキーは外してるが、船はできてる。俺が代わりに見せる。うおー、でけー、かっこいい。いつか海賊王になるなら、この百獣の王の船に。フランキーからの伝言だ。フランキーはどこ行ったんだ。あいつに決めたんだ、船大工。本気であいつを連れていく気があるんなら、力ずくで連れて行け。それが唯一の手段だ。俺たちが無理にでも兄貴を連れてくる。手伝ってくれ、麦わらさんたち。ウソップ、戻ってこねえのか？ルフィ、分かってんだろうな。あいつが頭下げてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。深い謝罪を聞けるまでは黙って待とう。爽やかに別れた手前、恥ずかしいですね。相手になってもらいます。望むところだ、ロビー。もっと強くなるんだ。ロケット、ゴー、ブッチ、サンプ、ガトリング、バズーカ。もっと
強くなるんだ。ブレッドよっ、ロケットダイフ、まだか。ブレッドよっ、ロケットダイフル、ザクン、ブレッド、あなたとここで再会できてよかった。必ずまた新世界で会いましょう。よし、準備もできたし始めるか。素手で大砲撃った。調子は取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわい。じいちゃんをどうにかしねえと攻撃が止まらねえぞ。よっ、ベッド、はっ、ロケット、ダイフル、そこまでだ。えい、パンツ取った。ロケット、よっ、ベッド、はっ、ロケット、よっ、パンツ返せ、こら、俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくる。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。油断した。貴様、サイボーグフランキーの手下だな。フランキーはどこにいる。しまった、海軍だ。兄貴も追ってきてるってのに、やべえ。ロケット、ダイフル、油断した。ブレッド、よっ、ブレッド、ロケット、ダイフル、よっ、ブレッド、てめえ覚悟はできてんだろうな。よっ、ブレッド、ロケット、ダイフル、油断した。兄貴、許してくれ。ダイフル、よっ、ブレッド、油断した。ハッ、レッド、よっ、ロケット、ダイフル、これでどう。そりゃあ、レッド、よっ、レッド、ハッ、よっ、レッド、ハッ、ハッ、そりゃあ、ノー、ゲッチ、頑張って、よっ、レッド、ハッ、ロケット、ダイフル、痛かったらごめん、よっ、レッド、ごめんなさい。ザクン、ザクン、ザクン、よっ、レッド、はっ、ロケット、ダイフル、油断した。よっ、レッド、はっ、ロケット、こんやろ、大槌、よっ、よっ、えい、はっ、レッド、よっ、ロケット、ダイフル、ノル、ハッ、レッド、よっ、ロケット、ダイフル、あ、待てね、ハッ、レッド、よっ、ロケット、ダイフル、どけ、俺は今忙しいんだ。ロケット、ダイフル、どけ、オーナーチェック、オーナーハッ、レッド、よっ、プレッシュファイヤー、ハッ、レッド、よっ、ロケット、ダイフル、いいね、そりゃオーナーチェック、ハッ、レッド、よっ、ロケット、なんだてめえ、ゴムゴム、ゴムゴムのバズーカ、バズーカ、ハッ、レッド、よっ、ロケット、ダイフル、いくぞ、ストーム、ムッサ、ハッ、ガトリング、バズーカ、よっ、
この程度で俺が諦めると思うなよ。ストロングライト、フレッシュファイヤー。ようやく取り返したぜ。ストロングライト、レッド、よっ、ロケット、ダイフ、うわ、よけ、大槌、いいね、うわ、ゴーム、ムッツタンプ、ガソリンガン、いいね、バズーカ、スーパー、よっ、レッド、ロケット、ダイフ、よっ、レッド、風船、うわ、よっ、スーパーこれも兄貴のためだった。はっ、レッド、よっ、はっ、レッド、
てめえ。よっ、レッド、ハッ、ロケット、ダイブ。よっ、レッド、やろう。オーブチ。行くぞ。油断した。ちゃんに向かってやめるとは何事じゃ。甘い気流になりおって。ガトリング。よっ、レッド。はい。ロケット。ダイブ。受け止めようか。これを。よっ、あとは頼みました。レッド。ダイブ。よっ、レッド。はっ。よっ、レッド。はっ。言わら。パンツ返しやがれ。じゃ、仲間になれよ。始めようか、小僧ども。こんだけやっとけば、戦国にも言い訳できるじゃろ。ロケット、ダイフやろ。大土地。よっ、てめえ、船は気に入ったかよ。あんなすげえ船見たことねえ。ありがとう。手荒でよければ手を貸しましょうか。旅の無事を祈ってる。フランキー、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え。パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待て、フランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。
ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。返せ。さあ乗るよフランキー、俺の船に。生意気言うんじゃねえよ、ハリボテ修理しかできねえ素人どもめ。これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工このフランキーが受け負った。やったー。ちょっと行ってくらー。海軍が迫ってる、出航の準備急ぐぜ。ああ、あとは帰るぞ仲間のもとへ。あとはどう自然に一味に戻るかだ。お前ら新しい船に乗り込め。ただし途中の海軍はみんなぶっ飛ばすぞ。了解キャプテン。何もせず見逃すってわけにはいかねえか。まあ足止めでもしとこう。あの氷壊しといたらカソックが青生地から逃げられるかな。の道を探すしかねえか。我らも参戦する。おめえらこの船の名前だが。ライオネル親方。暗黒丸。ムッシュひまわり。正気かおめえら。はっ、レッドよっ。長え付き合いだもんな。あんなこと本気で言うわけねえよ俺が。はっ、はい、セイジ、悪く思うなよ。普段やめろよな。あららら、俺の相手してる暇があんのか。まさかちょっとそこあの時のあの上手信じてねえよな。いい加減にしろよ。俺が帰った暁には副船長になってやってもいいぞ。そうだ、ムッツさん
なかなかやるじゃねえの。これ以上の邪魔は野暮ってもんだな。よっはっ。なんだよ、本当に俺と別れようってのか。逃げてみろ。出番だ。そこまでだ。散らしてくれる。蹴散らすのみ。レッドハッロケットライフル。ゴム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 のバズーカ。海軍の意地を見せてやる。Stop!
じいさんをどうにかしねえと執行は無理だぞ。うわじいちゃん、逃がしてくれるんじゃねえのか。お前が海兵になっておればこんな面倒なことにはならなかったんじゃ、バカ者。船に乗れ。分かってんだろ。ああ、あいつはまだ何のけじめもつけてねえ。わしらも船で追いかけるぞ。フランキーを仲間に加え、海軍の追撃をかいくぐり、新しい船に乗り込んだ麦わらの一味。だがそこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。その時、船を追って一人の男が現れた。ごめん、意地張ってごめん、俺が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺一味をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえかな。ダメかな。頼むからよ、お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカ野郎、サニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ、船に引っ張り上げる。
ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出す。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。クードバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂はこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。おやった。